リベンジ級戦艦は、イギリス海軍が第一次世界大戦中に、高速戦艦として建造した、超土級戦艦の艦級である。本級は建造されたすべての艦のスペリングが、R で始まることから、R 級と呼ばれる。全級の、クイーン・エリザベス。15インチ砲を持つ、超土級戦艦。クイーンエリザベス級で、度級戦艦しか持たない。 ドイツ海軍に差をつけたイギリス海軍が次なる布石として既存の15インチ砲を流用した安価な戦艦を求めた。本級が建造された時には日米の戦艦の手法は14インチ砲でありドイツもマッケン全級で合計35センチメートルを計画しているに過ぎないことから列強をリードするこの砲を装備することにより大きなアドバンテージを持つと考えられた。 この要求に対し、造船局長となったサー・ユースタス・テニス・ンダイン・コートが最初に設計したのが本級である。船体の設計はアイアン・デューク級船艦の設計を流用したが2万トン台の船体に10門を搭載するのは無理なので、クイーン・エリザベス級と同等の15インチ砲8門に改めた。また、機関においてもクイーン・エリザベス級において、 燃料を重油のみとすることの利点が証明されたにも、かかわらず、本級は、将来の燃料事情の悪化を考慮して、重油戦勝艦と、重油石炭根勝艦との混菜に立ち戻ったために、速力二十一点五ノットに低下した。この背景は、石油は、海外からの輸入に頼るしかない状況であったため、イギリス本国でも産出される石炭も、使用できるようにすることで、 戦略的なリスクを避ける意味合いもあった。しかし、飛行直後に第一本部長の職に復帰した、フィッシャー提督は21ノット台の速力を不服とし、急遽ボイラーをすべて重油戦勝艦に完走を決定。出力増大を図ったが速力はあまり向上せず23ノットに止まった。ただし、同時代の他国の戦艦の速力は23ノット未満であり、 リベンジ級戦艦の速力は十分であったと言える。本級は第一次世界大戦中に8隻が発注されたが、その内訳は1913年度計画で5隻の建造が承認されたが、1914年度計画でレジスタンス、レナウン、レパルスの3隻の建造が認められ、このうち最初の2隻は1914年5月に発注されたが、 第一次世界大戦の勃発により1914年度、計画は1914年8月にキャンセルされた。これにより実際に竣工したのは、リベンジ、レゾリューション、ラミリーズ、ロイヤル、サブリン、ロイヤル、多くの5隻だけで、残り3隻はキャンセルされた。レナウン級巡洋戦艦、レナウンとレパルスは、本級を巡洋戦艦に設計変更したものである。 春光時のラミリーズ。本館のみ、収益時からバルジを装着していた。本級の船体形状は全球に引き続き超単線主労型船体を採用している。水面下に浮力確保のため、膨らみを持つ艦首から首艦パ板上にマーク I38.1cm 砲を連装式の手法等に収めて、背負い式に2機を配置。 二番手砲塔の基部から甲板よりも一段高い環状構造物が始まり、その上に司令塔が立つ。天外部に即虚偽を乗せた司令塔の背後から三脚式の全部マストが立つ。マストの構成は、頂上部に射撃方位板室を持ち、中部に環境を含む三段の見張り所を持っていた。全部マストの背後に一本煙突が立ち、 左右原則甲板上が関西低置き場となっており、短脚式の後部マストを基部とするクレーン一本により運用された。後部マストの後方に後部主冷凍が立ち、3番手砲塔の基部で選手楼は終了し、後部甲板上に4番手砲塔が直に配置する後ろ向き背負い式配置であった。収益後に2.3番手砲塔の上に陸上機を 発艦させるために滑走台を設置した、春光時の本級を描いたイラスト。本級の副砲である、マーク 1215.2cm 速射砲は、全級同様に、原則ケースメート配置であるが、全級において、艦首よりに配置したために波浪が、開口部に吹き込む、不具合を改善するため、本級では、船体中央部に放射状に、単層で前方4機、 後方2機の片言6機ずつ配置したが、原則配置と別個に甲板状に棒立て付きで、片言1機ずつ2機を配置した。これにより、片言7機の計14機を装備したが、甲板状の2機は、波浪の被害があったために後に撤去されて12機となった。この武装配置により、全方向に、 最大で 38.1cm 方4門と 15.2cm 方4門5方向に 38.1cm 方4門と 15.2cm 方2門左右方向に最大で 38.1cm 方8門と 15.2cm 方7門を向けることができた。他に体幹用に 53.3cm、 魚雷発射管を一番手法等よりも手前に、片下1問ずつ、計2問を配置していた。近代化改装後のレゾリューション。1930年代に、リベンジはクイーンエリザベスに準じた、近代化改装を検討していたが、キング・ジョージ5世級との代替を見越して、実施を見送った。ユトランド沖海戦の戦訓により収益後の1916年に、 水防性強化、火薬庫の防炎処置、自爆防止対策の改善、弾薬庫の上つ裏に2 5トル走行が追加された。1930年代に近代化改装が行われた。防御面においては、主パンの防御強化のために、弾薬庫の上部に1 0 2トル走行、機関部に6 4トル走行を追加で張った。 水雷防御の強化と復元性の強化のために、原則にバルジを追加したことにより、間幅は31.0メートルに増加し、満載排水量は33,500トンとなり、速力は21ノット台に低下した。外観上の相違点では射撃式装置の更新により、全部マスト長部の射撃式所が大型化したほか、環境の側面に見張り所が複数設けられた。 対空火器の増加が行われ、10.2cm 広角砲を単装砲画で、船体中央部に4機を配置したほか、近接火器として、煙突の側面の単小灯台の下にフラットを、設けて 4cm8 連装ポンポン砲を、片に1機ずつ、計2機を設置し、司令塔の側面に 12.7mm4、連装機銃を、片に1機ずつ、計2機を設置した。 水蒸気の運用のために中央部の甲板が大型化し、3番手法登場にカタパルトが設置され、水蒸気の運用のために後部マストの左側にクレーン1機が追加された。また、ロイヤルオークとレゾリューション、ラミリーズは後部マストが三脚型となった。第二次世界大戦中2 0 2トル広角砲はロイヤルオークが 連装砲がで4機になったのを皮切りにして、姉妹艦も連装砲4機8門となった。航空兵装は、対空火器の増強により順次撤去されたが、レゾリューションは最後まで搭載していた。1910年代に取られた、ロイヤルサブリン。本級の手法は、クイーンエリザベス級に引き続き、マーク I38.1cm 砲を採用している。 これを連装砲塔に収めたが、ロイヤルオークのみ、溶段機が異なる、マーク I が採用されていた。その性能は、重量 871kg の四方弾を、最大行角20度で射距離21,702メートルまで、届かせることができるというもので、射距離13,582メートルで、減速走行305ミリメートルを、 射距離18,020メートルで279ミ、mm、リメートルを貫通できる性能であった。方針の行角は20度、深く五度で、旋回角度は左右150度の旋回角が可能であった。装填機構は自由角度装填で、行角20度から深く五度の間で装填でき、発射速度は瞬行時は毎分2発であった。動力は蒸気ポンプによる、 水圧駆動であり、補助に人力を必要とした1942年までに、1939年に、戦没したロイヤルオークを除く全艦に、主砲管制用の284型射撃式レーダーが、装備されている。1943年に、フィラデルフィアで取られた、ロイヤルサブリン。対空火器の増強が行われ、2番3番。 主砲登場に 4cm4 連装ポンポン砲が一機ずつ追加されており、艦上の至るところにエリコン 2cm 単装機銃が設置されているのがわかる。副砲はマーク 1215.2cm 速射砲を引き続き採用した。その性能は重量 45.36kg の砲弾を 最大行角14度で射距離12,344メートルまで届かせることができる性能であった。装填機構は自由角度装填で、行角14度から深く7度の間で装填でき、発射速度は竣工時は毎分5から7発であった。方針の行角は15度、深く5度で、動力は人力を必要とした。 旋回角度は120度の旋回角が可能であった。その他に、対戦艦に用に5 3 3トル水中魚雷発射管を単装で4門を装備した。収益後に、対空火器は、ビッカース1 2 7ト、mm、ル機銃を4、連装砲が2機を搭載していたが、第二次世界大戦中に、4トル機関砲や、エリコニ f f 2 0ト、mm、ル機関砲に、 乾燥されていった。対空火器の増加の代償として、原則の1 5 2トル速射砲は12門から8門へと減少していた。近代化改装後の本級の武装と装甲の配置を示した図。本級の防御方式は、クイーンエリザベス級から引き続き、艦隊の水旋部を広範囲に防御する、全体防御方式を採用していた。 水線部は最厚部で 300mm 走行が1番主砲塔から4番主砲塔の側面にかけて広範囲に貼られ、主砲塔の側面部から艦首、艦尾部には 152mm から 51mm へテーパーした。上艦板の原則部には1番主砲塔側面から4番主砲塔側面にかけて 152mm 走行が貼られてた。 水戦下の弾薬こと、機関区の水密隔壁には、水雷防御として2 5ト、mm、ル装甲が貼られていた。近代化改装後のロイヤルサブリンの船体中央部の断面図。肝肝防御は2層構造で上艦肝は5 0ト、mm、ルその下の主艦肝は水平部は3 0ト、mm、ルで、原則装甲に接続する傾斜部が5 0ト、mm、ルであった。 天外と原則走行と接続する前後の隔壁の走行は、監首側は最大で 152mm、監備側は最大で 102mm であった。主砲塔の前立てには 270mm、側立ては 81mm、天外は 109mm の走行が張られた。その主砲塔のバーベット部も、甲板上は最も厚い部分で 254mm で、 あったが背面部は 178mm となり、甲板から下は 152mm にまで薄くなっていた。複方の 15.2cm 速射砲を防御するケースメート部の装甲は最大で 152mm で天外部は 25mm であった。機関構成は前述通りに重油線小水管管18機に、 パーソンズ式直結タービン2組4軸推進だが、ボイラーの形式は、姉妹艦により異なり、ロイヤルサブリン、リベンジ、ラミリーズは、バブコックス&、ウィルコックス式だが、レゾリューション、ロイヤルオークは、ヤーロー式であった。要求性能の23ノットに対して、大やけ身において4万馬力を発揮して速力は22ノットにとどまった。機関配置は、艦首側に、 ボイラー室、完備側にタービンを収める、機械室を配置するイギリス巡洋戦艦伝統の全完全機配置である。ボイラー室は、横隔壁で区切られた3室構成で1室あたり、ボイラー6機を搭載したが、ボイラー数が減少したために、煙突の数は1本となった。機械室は、中隔壁で区切られた3室構成で、 外側の第1、第3機械室には巡航タービンと、高圧タービン及び高圧更新タービンの2組を、外軸に、片元1軸ずつ配置。中央部の第2機械室は、低圧タービンを並列に2機2軸を配置した。燃料タンクは重油を収める4000トンで、航続距離は、速力10ノットで4000回りと計算された。 収益後の1931年の改装時に燃料タンクの拡充を行って搭載量は4615トンとなり14、ノットで8900回りを航行できるとされた。これにより満載排水量は48000トンとなった。本級は気候が遅かったために第一次世界大戦時に戦線に入ったのはリベンジとロイヤルオークのみでユトランド沖海戦では 損傷を受けずに済んだ。海軍休日の時代に改装を受けたが、官歴が新しかったため、クイーンエリザベス級のような大規模な近代化改装を受けることはなく、第二次世界大戦開戦時におけるイギリス海軍の戦艦としては、戦力面では陳腐化してしまった艦級であった。そのため、主として、戦断越えや陸上への艦砲射撃などの第二戦任務に就いた。 しかしながら、戦団護衛としての戦力では有力な存在であり、旧式とはいえ攻撃力も防御力も高い15インチ砲戦艦は、ドイツの通商破壊の主力であった、アドミラルヒッパー90巡洋艦やドイッチュランと急走交換の火力では相手にならず、ドイツ海軍の通商破壊作戦において、障害となり得た。シーレーンの保護が、イギリス海軍の基本戦略だったことを考えると、 イギリス海軍の戦艦としては戦術的価値が失われつつあったがその能力はドイツ海軍の通称破壊部隊を圧倒し試練を守るという形で戦略面で貢献した艦級といえるなお本級の一隻であるロイヤルオークは1939年にスカパフロー基地に侵入した U ボートにより撃沈されている1940年4月に レゾリューションは、ノルウェー海域で、ドイツ空軍からの爆撃により2 5 0ラム爆弾を受けて消破した。修理後の7月から9月にかけて、地中海にて、フォース H に所属して、メルセルケビル海戦やダカール沖海戦に参加し、フランス海軍の潜水艦ペウジールの雷撃により、左舷に魚雷を受けて大破し15度傾斜して、航行不能となり、 バーラムに栄光されて撤退した。同年に、リベンジは、ポーツマスで、紹介任務に就いたほか、ラミリーズは、インド洋で、戦団護衛に従事していた。1941年に、ラミリーズは、ドイツ海軍の、シャルンホルスと、グナイゼナウと遭遇したが、ドイツ艦隊が撤退したので、交戦はなかった。対戦末期には、ロイヤルサブリンが、ソ連海軍に、対応されて、 アルファンゲリスクと解明されたが1949年2月に返還されて解体処分された。その他の領館も1948年に解体処分された。ありがとうございます。